信仰、よくぞ関東の危機に来てくだされた。お待ち申しておりましたぞ。苦しむ者よ、虐げられた者よ、集い上杉の大樹のもとに。おー、時は群雄割拠の時代、関東の地では相模の北条家が勢力を拡大していた。北条の侵攻を受け圧迫された関東一円の豪族たちは越後の龍上杉謙信に助けを求める。謙信は豪族たちの声に応え出陣。姉の綾御前や養子の景勝とともに北条の居城小田原城を包囲した。甲斐では宿敵である武田信玄が動きを見せており、謙信に残された時は少ない。だが謙信に焦りはない。戦火の絶えぬ関東を舞台に神の軍略が炸裂する。上杉の将、関東出兵。うん、景勝様の手足となりましょう。謙信の野郎、関東の大名と小田原詣でか。三郎、相上に了解。相上に了解。平長に追い返してやれ。すでに門周辺の敵は片付けました。今より城上の体勢を整えます。決心行、あの三郎という若者を侮れません。赤金門を渡って三の丸を制圧するが吉かと。武田が我らの隙を虎視眈々と狙っている。あまり時間はかけられぬな。受けてみよう。遠心痕がいれば無敵。彼らも勢いに乗って攻めようぞ。やはり北条めは一筋縄ではいかん。
恥じぬか。よし、かかれ。アジャ検証、逃走にて示すべし。圧力をかけるべし。国は義と愛の前に屈したぞ。安心しておったか。打ち取っ
負けしているか。戦力も見誤ったか。影勝様も今や立派な将でございますな。この兼続も軍事として花が高うございます。容赦たる恩義ではありますが、いつ献身校の後を継がれても大丈夫ですな。そうだ、国は義と愛の前に伏したぞ。なんと素晴らしき戦果よ。父上の期待に応えられなかった。日の丸の将はあらかた片付いた。全軍日の丸に流れ込め。開門。剣心の呼び壊して、気概を見せる。二の丸に閉じ込め殲滅する腹か。今川軍を早急に撃たねば危うい。影勝様、先ほどから何を塞いでおいでですか。よもや天心校の戦の源さんに比べ自分はなどと思ってはおりますまいな。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。手丸の心は我の心。受けてみよれ。ここぞここぞ。愛と愛が戦う力をくれるのだ。敵将討ち取ったり。すまぬ、お兄ちゃんは逃げるの。無心が申しるのなり恥じぬか。急げ。決行。武田に不穏な動きありとの呪し、急ぎ北条を片付けねば。おい戦だが、ところで和議を結ばねえか。てめえだって信玄のことが気がかりだろうが。開門。
から門を開けるとは殊勝なり。見つけてみよう。最後までやる気かよ。こちとら戦続きで民も兵も疲れてんだよ。父上、俺はまだ戦える。北条三郎、良き若武者なり。敵将討ち取ったり。受けてみよう。どけ。俺は父上のそばに行かねばならん。父上は俺の命に変えても守ってみせる。わしはカホロに示せている。気にしやがれ。アジャ検証、正しきは闘争にて十分に示した。和議に応じん。サブロー、剣心どこに行け。それが上杉との和議の条件。北条の民のため。死なせてくれ。俺は父上に捨てられた。俺にはもう生きていく場所がない。生きる意味もない。これより汝は我が子なり。上杉景虎として生を全うすべし。不安に思うことはありません、可愛い景虎。